アダム・トメク・サロタは、オーストラリア・ケアンズ氏・シゴードン・ベール出身の、同国代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは MF。2008年に、ブリスベン・ロアー FC の下部組織に入団すると、同年に初開催された、A リーグ・ナショナル・ユースリーグの最優秀選手に、選ばれた。そのパフォーマンスが認められると、翌2009から10シーズンにトップチーム契約を結び、 2008年11月2日のニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ FC 戦で A リーグデビューを果たした。2010年4月2日、同僚のマイケル・ズ・ロ・トミー・オアーと共に、オランダの FC ・ユトレヒトに3年契約、移籍金180万オーストラリアドルで移籍7月20日、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のアウェー KF ティラナ戦で70分から入り、 遺跡後初出場をした。2016年1月8日、エールステディビジのゴアヘッドイーグルスと1年半の契約を結んだ。2010年8月27日、ポーランドサッカー協会に同代表のトレーニングキャンプに招待されることが報告された。父親が30年前にポーランドから移住してきたことで、オーストラリアとポーランドのパスポートを2つ所持していたためだった。 サロタの父トニーは、ホルガーオジェック新監督に、オーストラリア代表に招集されることがなければ、ポーランドもオプションとしてあると語った。2011年3月27日、国際親善試合のドイツ戦で、オーストラリア代表としてデビューした。ありがとうございます。